本日紹介するのは、グラビアアイドルの藤野葵さん。前回投稿した藤野葵さんの動画が好評でしたので、今回はその続編をお届けします。前回の動画を見た方も、まだ見ていない方も、説明欄に URL を貼っておりますので、ぜひご覧くださいね。2020年7月にグラビアデビューを果たし、同年11月にファーストイメージ DVD ウォークを発売。同作品は発売わずか2ヶ月にもかかわらず、グラビアアイドルイメージビデオの年間売上1位を獲得するなど、異例のヒット作となりました。2020年にはアイドル専門ポータルサイトの東京リリーがユーザー投票で行ったあなたが選ぶ2020年 MVP では、新人アイドル賞3位、撮影会大賞では1位を受賞し、 EXWEB 主催の日本イメージビデオ大賞では新人賞を受賞しました。さらには2021年8月に発売された4作目となるイメージ DVD i4u で DMM 年間売上ランキングで1位を獲得し、2年連続でトップセールスを記録する快挙を達成しました。ちなみに藤野葵さんは母親の影響もあり、ドラゴンボールの大ファンであることを公表しています。もし仮に私がドラゴンボールを7つ集めたとしたら、遠慮なく葵さんのパンティーをかぶらせていただきますよ。2021年には最もショップに貢献したグラビアアイドルを選ぶグラビアオブザイヤーのグランプリを受賞。2022年8月にはファースト写真集葵を発売し、自身初となる大胆なセミヌードも披露しました。そのあまりに素晴らしいプロポーションを見た購入者からは、少し幼いルックスに大きいおっぱいが最高、スタイルだけでなく顔も可愛いから好き、オラの女房をパフパフしてほしいなど、藤の葵さんを絶賛する声が寄せられました。現在は週刊誌でのグラビアはもちろんのこと、撮影会も定期的に行っており、2022年11月からファンクラブも設立されておりますので、興味のある方は賢者タイムになる前にぜひチェックしてみてくださいね。これから藤の葵さんはどんどんグラビアで活躍されることは間違いないと思いますが、個人的にはバラエティ番組などにも露出が増えるのではと睨んでおります。藤野葵さんが今後一層活躍されるよう応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。